ゲンナジー、イワノビチ・ボロノフ1994年4月1日は、ソビエト連邦の政治家。1962年から1971年まで、ロシア連邦共和国閣僚会議議長。ソ連共産党中央委員、政治局員候補、政治局員。ソ連最高会議大議員。トベリ県の教師の家庭に生まれる。 1929年電気技師として工場勤務。1936年トムスク工業大学を卒業する。1937年ノボシビルスクマルクスレーニン主義大学を修了する。同年トムスク宗教3党キーロフ地区文化宣伝部長。ケメロ募集プロコフィエフスク氏等位文化、宣伝、宣場部長、初期を経て、 1939年チタ州党初期となり、第2初期を経て、1948年州第一初期となる。同時期の1948年から1950年には、チタ市第一初期も兼務した。1955年ソ連農業時間に任命される。1957年オレンブルク州党を第一初期に転ずる。 1961年ソ連共産党、ロシアビューロー副議長を経て議長に選出される。1962年ロシア、連邦共和国閣僚会議議長となる。ロシア共和国首相としては、コルホーズの生産性向上のため、生産他人を他人数の生産体からより、少人数の生産体に移し、土地や農業機械を、半永久的に対応する。 ズベノー方式の導入を試みた。個人農業の利点を生かしたズベノー方式でかなりの成果を上げたとされるが、レオニード・ブレジネフ書記長や農業担当書記のヒョードル・クラコフ政治局員の路線と対立したとされた。1971年から1973年まで、ソ連人民統制委員会議長、 1973年4月、ソ連共産党中央委員会総会で、ウクライナ共産党、第一初期のピョートルシェレストと共に、政治局員を解任された。1994年4月1日もスクワで死去、ノボクズネツオフコム墓地に眠る。木村昭夫、朝日新聞社、クレムリン物語ソビエト権力の構図169ページ、170ページ。ありがとうございます。